はい、始まりました J ロン J2 チャンネル。今回は、J2 再開直前ということで J2 バンキシャによる J2 ドラフト会議2019で再開規模盛り上げようスペシャルになります。 J2 バンキシャによる J2 ドラフト会議2019とは、2019シーズンをクラブと共に戦ったバンキシャさんがもし監督になって自分が理想的な J2 のチームを作るならという企画です。ルールについては動画の概要欄に詳細記載しますけど、主要部分だけ挙げさせていただきます。まず、まあ、今年始まってはいるんですけども、一節でこう中断になっちゃったんで、2019年12月31日時点で J2 の22チームに所属している選手が指名対象、バンキシャさんが担当するクラブからの指名は不可、同一チームからの指名は3名まで。で、これがちょっと難しいんですけど、2019年に J1 へ昇格したチーム、柏レイソルと横浜 FC、および2020シーズンに J2 から J1 に、移籍した選手の選出は3名まで。つまり、まあ、今期の J2、2020シーズンの J2 にいない選手の指名は3名まで。1位から3位に関しては野球ドラフト方式、4位以降はウェバー方式を採用になります。以上ですね、ルールとして。今回参戦してくださったライターさんの紹介になります。紹介順は、昨年 J2 順位の上から。それではまず大宮家電の松田明美さん、お願いします。はい、松田です、よろしくお願いします。自己紹介と言いますと、昨年からあの大宮 RDJ さんを主に書いている大宮家電を、たくまさんの方で書かせていただいているものです。目指すべきチームスタイルを監督として言わせていただくとですね、汗をかいても花があるイケメンを今回選ばせていただきました。あと埼玉県の高校出身の選手とか、去年ではなくて元大宮の選手とかを選んで、埼玉にいると愛着が湧くような選手たちを選出しております。で、今回の意気込みは多分皆さんとは全く被らない自信がありますので、じゃんけんとかしなくて済むかなと思ってます。よろしくお願いします。あの、みんな俺たちの顔見てた、なんかツッコミどころがさちょっとありすぎてさ、まだのバック素敵だよね。それは何ですか？ああ、背景ですか？これはアルジャさんがあの自粛期間中に出してくださった背景で、これはあのクラブのロッカールームなんです。ああ、いい、すごくかっこいい、はい、あとスタジアムがあって、ああ、いいっすね。ああ、いい家。まあ、スポンサーのね。でも、最初のが一番いいかな。クラブハウスのロッカールームですごくね、あの、素敵なんですよ。あの、光が入ると、見えないんですけど、エンブレムに光が当たるようになってて、上から。ああ、なるほど。はい、すごい。普段から合いますか？そういう感じなのかな、松田さんって。まあ、そうですね。あの、普段から、あの、外に出るときは、あの、ちょっと。本当ですか？やばい。そう言い張るならそれでいいです。それでマスクしたら大変そうか。あの、自粛期間とか松田さんどうされたんですか？あ、自粛期間は酒蔵から日本酒とかを取り寄せて。いいですね。はいはい、ほぼ飲み比べを。あと沖縄合宿の時にあの沖縄で買ったまだ豆腐用が残ってたので大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？調味期限長かったんでいただきます。あ、よかったです。まあ、元気そうで何よりです。おかげさまで。続いては順位的に言えばヴェルディ、僕ですね、去年13位、まあ、今回選出の理由みたいな、どういうところを選んだかなっていうと、まあこう対戦して、うわ、もうびっくりしたなみたいな選手たちをなるだけ集めよう、びっくりしたイレブン、あー、なるほど、という感じで集めました。あとなんか、まあちょっとなるだけ強いチームがいいなと思ってるんですけど、それはちょっと他の人との兼ね合いでね、どうなるかなっていうふうに思ってます。あ、見た感じ強いなっていうチームが出来上がれば。あと、まあ、自粛期間は割とずっとなしく、もう好きなサウマも行けなくて家にいて、積んどくをだいぶ整理しましたね。分厚すぎていつか読もうと思ってたの、西川かな子さんのさらば、すごい。それがなんかそれを読んでる時間が楽しかったなって感じです。次はじゃあ順位的には僕以上ですね。じゃあ、はい、じゃあ次中本さんお願いします。
はい、こんにちは。琉球サッカープレス2年目の中本兼信と申します。普段は FC 琉球の番記者をさせていただいております。今回、まあ、こういうドラフトという形で非常におがましいと言いますか、選手の気持ちも組みながらいろいろやらないといけないという状況が非常にね、あの難しさを感じるんですけども、まあなるべくあの肩の力を抜いて、やっていこうかなと思っております。琉球というチームは、まあ、特色としてはやはり超攻撃サッカーとね、言われているチームなので、まあ、それに沿った形でいろいろとピックアップして選手を選ばさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。最後、栃木フットボールマガジン鈴木足弘さんお願いします。はい、タグマでは栃木フットボールマガジンを動かしている、ライターの鈴木と言います。よろしくお願いします。まあ、普段は栃木市の番記者をこう長年追っかけているんですけれども、皆さんご存知のようにギリギリでどうにか J2 に残ることができたんで、まあ、これにも参加できたというような感じなんですけど今日考えるチームっていうのは、まあ、去年本当最後残留できたスタイルっていうのがあって、超ハードワーク、めちゃくちゃ走って、そしてバリバリの規律があってもうなんかあの監督でいうと、まあ、昔栃木市を率いた松田博史という、監督がいて、でそれがただヨーロッパでいうとシメオネって感じですね。ああ、なるほど。あの自分たちが相手のゴール前まで攻めた時にボールを相手に奪われてカウンターあの食らうっていうシーンになった時に、もう必死こいて自陣に全員で戻るみたいなところに、ちょっと僕はあのサッカーのこう面白さというか、そういうのを感じてしまう人間なんで、まあ、それができる選手を選んでます。だから多分かぶんないかなっていう、あのそういう感じのチームになるかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。1位から順に行きますよ。かぶるかな、緊張するな。あれ大宮は挑戦どこなんですか。あ、千葉です。あ、千葉ですか。琉球が、あ、福岡です。はい、でも琉球って近場あんま関係ないですよね。どこ行っても飛行機だもんね、どうせ。そうですね、飛行機だけしか行けないです。鹿児島に行ったとしても船は使わないんで、沖縄は。じゃあ皆さんいいですか。はい、はい、1位指名から、はい、いいっす。せーの、せ。あれ、出た？あ、出ない？出た。あれ？はい、漏れる。まず、上から来たね。中本さん、フォワード。いや、絶対被ると思ったんですけど、まさかの単独指名になるとは思いませんでした。いや、俺は2位に入れようと思ってたんですよ。あ、本当ですか？あ、ラッキーでしたね。いやもう、そうですね。絶対外せない選手ですね。もう何でもできる。あの攻撃に関してはシュートもそうですし、パスもそうですし、ドリブルもクロスも全てできる。でなおかつやっぱりあのピンチになった時もボールを追いかけてくれるので、まあ、そういったところも非常にチームには必要不可欠な選手かなと思って選ばさせていただきました。栃木1年目なんで。あ、そうですよね、はい、そういうのもあって僕は凄さというかね、栃木に1年目あの レッドブルザルツブルグから来て J2 の1年目1年だけいたんですけど16ゴール12アシストして、うんうん、甲府に行ったんですけどね。そうですよね、うん、もう全然桁が違いましたね。鈴木さんはレオナルドですね、新潟。あ、僕はレオナルド、はい。まあ、これも僕はだからクリスチャーノかレオナルドかチーム作るときにやっぱ点取る人をちょっと最初に据えて取っておきたいなと思ったんで、まあ、レオナルドはねもう J3、J2 で得点王になって今年浦和に入って、まあ、うまくフィットすれば能力的には得点王になる可能性は全然あるなと思って、去年新潟と対戦したときもやっぱりそれだけこうシュートの振りの速さというか狭いスペースで仕事ができちゃうような感じの印象を受けたんで、これは選手は点取るなっていういい選手だなって思いましたね。なその辺すごいね、なりふり構ってない感がすごいね。違うんすか。ドラフトだから。そうだよね。まあそうだよね。松澤さんが、はい、映るかな。下平。下平。はい。千葉です。基準から言うと、今いる J2 リーグの中ナンバーワンイケメンと私が思ってる選手です。まあ、かっこいいだけじゃなくて、ちゃんと効果的に攻撃参加しますし。で割とあの 男臭い感じのあれだね、はい、ジャニーズ系じゃないですね。性格も結構男っぽかったですね、ゲーム、うん。私の中ではちょっと韓流系かなと。確かに確かに。俳優さんにいそうな感じですよね、はい。あとなんかこんな今時の顔してるのに、恐れ入りますとか言うんですよ。はい
そうなんですね。昭和の感じ。恐れ入ります。ちょっと古風なところもあって、はい、こういう今いわゆるやさ男みたいな顔ですけど、鼓舞することを選手にみんなに言ってたりとかして、まあ、プレーも攻撃的ですけど、あのみんなにもそういうこと言ってる姿がまたかっこいいなと思って。なるほど。俺なんか俺ここだけはちょっと全然替えがつかなくて、他の中で本当はあのあれですよ、限られた3枠の J1 に個人昇格した選手とか、うん、上の選手行こうと思ったけど、ちょっとここだけはちょっと外れなかったんですよね、うん、しっかりした人でしょ。はい、周りをさ、自由活発な選手でこう入れようとすると、やっぱ彼みたいな人いるといないと全然違うと思うんですよ、うん、確かに、うん、去年のプレーオフとか見ても思いましたね。あ、いたらいいな、ああいう選手はっていうのはね。いやー、海平田さん1位ですか。そこは考えてましたね。ボランチは僕もそこは考えてましたけどね。岩尾選手は考えてました。絶対にまず欲しかった、岩尾選手取れてよかった。ボランチ考えてなかったな。結構あっさり取れるんだなって。もう少し挑戦してよかったかなって感じがした。する気がする。私絶対競合しないですから。2位いきますか。2位どうしようかな。これさ、全部やったら相当疲れる。これかぶんないかもしれませんね。ずっとね。ちょっと気が楽になってきました。いきましょう。第2位、一世のせ。あ、一平静香来た。あ、奥抜き来た。あ、そうか、やっぱその辺来るんだ。チョヨンチョルです。チョヨンチョルね。あ、映った。あ、出ましたね。はい。はいはい。大宮から出てきましたね。大宮。そうね、大宮がいきなり2人入りましたね。うん。奥抜き感情ね、ちょっとそうなんだよな。考えましたけども。栃木じゃないですか、出身。そう、出身栃木なんですよ、奥貫さんは。まあ、栃木からすぐに、ジュニアユースからですよね、大宮に。まあでも、栃木出身ってことで入れようかなと思ったら、取られちゃいましたね。化けそうですもんね、ちょっとね。彼は、チャンスメーカーとしては欲しかった選手ですね。はいはい。まあ、やっぱり、後方からのビルドアップに対して、左右に動ける選手ですし、まあ、そこでゴールエリアに入ってからの決定力もある。のでまだ20歳ですよね、しかも。そうです、ね、いや、これからどうなるんでしょうね、うん、本当に。しかも11番背負ってますから、うん、大宮を、ね、代表する選手にきっとなるんでしょうね。いやいや、選びたかったですけどね。松田さん、だから大宮、ね、選べないっていうのは結構ファンですよね。あ、いっぱい、でもめっちゃ話しやすくて、もしかしたら一番、また個人的にはなんか緊張せずに話せるというか、優しいです、すごく。あ、そうなんだ、はいはい、ポジション的には右寄りなのかな。ベルディ戦の時確か右で出てたかな。あ、そうですね、右のウィングバックだと。技術とかスピードとかドリブルとかリスタートのキックだとかいろいろあると思うんですけど、まあ、僕はね、一番衝撃受けたのはあれだけの選手が、うん、ボール奪われた時の攻守切り替えの守備の反応とかがめちゃくちゃ速い、うん、で、あれこそが日本人選手全員が、うん、あのレベルでできたらっていうのをすごく思ってるんですよね、はい、攻撃に関してあれぐらいできる選手がいたとしても、守備に切り替わったときのあれができるかどうかがすごく大きいので、うん、僕はちょっとずっと思ってて、だからもうグリーズマンみたいな感じですね、うん、あ、なるほどね。そこをだから右に置いて、もう本当規律ハードワークをさせると言わなくてもその意識レベル高くやりそうだなっていう選手として置きたい、右に。増田さんのチョヨンチョ、ちょっと俺さ、名前出るたびに増田さんのググんないと、顔がそんな、そうだっけ。チョヨンチョルさん、もうチョヨンチョルも下平もやっぱ2013年に大宮が21戦無敗やった時のこう立役者たちなので、まあ印象が強いっていうのもありますけど、どっちも左サイドにいて、顔分かりました？ググって顔分かりました。ました。でも俺ちょっと松田さんの趣味が全然分かんないよ。え？そう。松田さん一般的なこうイケメンとはちょっと趣味が違うよね。え？これはかっこいいですよ。今流行りの塩顔男子ですよね。と私は思うんです。あと何人かちょっと見せてもらってから。その大宮でやった時はドリブルがすごくてですね、なんか持ってるともう左サイド本当切り裂くみたいな感じのがこうすごく心も胸も切り裂かれちゃったみたいな感じの素晴らしい、あの
インパクトがあったのと、今回新潟から社会人リーグに挑戦してるっていうところで、大阪のチームでやっていて、ティアも平方ね。あ、そう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 、で今も頑張ってるんだなと思うと、はいはい、稲本、洗い場、バンドリュージの3人が共同オーナーね。なんかすごいラジオとかやってて活発なんですよね、活動。あ、そう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 、名前のある選手はかなり入ってますよね。そうですよね。そこでも見に行ってみたいですけどね。偏ってますが、ちゃんと無事になるのでご安心を。俺の坂本さんはさ、俺去年一番びっくりした選手かな。はい、その必要な J1、3名枠をちょっとここでまず一枚、うんうん。去年ずっと言ってましたもんね、坂本選手はね。いや、そうなんですよね。ヴェルディと割と早い時期対戦して、奈良雄太とマッチアップだったんですよ。奈良雄太ってすごいキャリアがあって、慎重な人なんですけど、ガッと寄せていきなり裏取られてカンカンってこうツータッチかなんかで前向かれて、奈良が一発でかわされるっていうとこから、うん、その試合はもう坂本翔みたいになってさ、うんうん、わあすごい選手いるな、どこだろう、東洋大っつったら、あ、地味だな東洋大かなんつってたら、うん、その年大活躍でしたね。でセレッソに買われてさ、こう左利きのドリブラーだけど全然、うん、まあ、外にカットイン、縦もいけるし、好きな感じ、うん。まだ1年目だったんですね。まだ1年目だったですよ。ひょっとしたら夏にも動く可能性あるのかなって言ったら、一応シーズン終わりまでは山形にいましたね。あ、結構イケメンですね。あ、可愛い顔してると。可愛い顔してますね。物色ですか。あ、奥抜き、これ、トップ下みたいな感じで考えてるんですか。そうですね。トップ下で、左中央のところに考えてます。いや、とりあえず3位まで行きますか。これ外国人枠って 4名今4ですよね。4人まで同時 OK ですよね。外国人あんま入ってないな。かぶりそうなのから取ってきゃいいのかな。私もちょっとそうします。かぶるかな。かぶるかな。さっき大丈夫と聞いたから。樽を知るみたいな感じでさ、よそはよそ、うちはうちみたいな考え方がもう J2 ずっといると、はい、ない、うん、大宮さんとかそうじゃないかもしれない。そうじゃないと思いますけど。いや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 、私の今回のチーム編成は自分は自分ですよ。我が道を行く感じが。確かにそうですね。皆さん書けました？はい、はい、じゃあ出しましょう。第3位、せーの、せこうか。あー、また。あー、よりです。あー、そうか、俺外国でいなくなっちゃうかもしれない。あー、しまったよ、さゴヤ取られた。じゃあ今度俺からいきますね。最終ラインで左利きの左でいいキックあって、まあ、守れてっていう選手だと結構数が限られる、希少価値がある。でも今年、うん、徳島から鳥栖行っちゃったんですけど、まあ、これで J1、 貴重な J1 選手の3枠のうち2枠目彼に使いました。ちょっとヨルディバイス取られたのちょっと計算外だな。さん、ヨルディバイス、やっぱりな。そうだよな。僕はですね、2センターバックはやっぱちょっととりあえず強い選手を置いときたいっていうところですね。フィードとかはあんまり置いといてと思ったんですけど、ヨルディバイスはフィードも、まあ、あるじゃないですか。非常に柔らかくて、この選手フェイノルト出身で、ちょっとちょろちょろあんだけでかいのに隙見てドリブルで運んでってみたいなこともできるし、うん、いや素晴らしい選手だなっていう感じで取ったって感じですね。欲しかったです。中本さんは？下川陽太、見てて本当に気持ちのいい選手ですね。左サイドから、ね、ドリブルで駆け上がって、でそこからシュートまで持ち込む力のある選手だと思いますね。でなおかつ右利きなのでカットインからのシュートっていう形もできるので、超サイドバックっていう表現がぴったりな選手かなっていうふうに感じます。と松澤さんが？小屋です。今年移った選手だよね。柏に。柏ですか。鈴木さんより先に指名しちゃった。親は確かにイケメン、ジャニーズにいてもおかしくないような感じですよね。万人受けするイケメンですよね。そうそうそう、非常になんか雰囲気がよろしい。それなのに、まあ、去年長崎で相当存在感ありましたよね。そうですよね、本当。スケール感があるなって感じたんだよな、僕は。いやいや、本当そう思います。なんか背高いのかなと思ったら、意外と180超えてると思ったら177で、スケール感でこう大きく見える。大きく見えますよね、はい、うん、ところが深い感じがある。すごい、そういうのでも目を引いて、あと J2 ね、日本人得点王になりましたしね。そうですね、うん、得点力というところとキュンキュン力で選びました。
納得だな、それは。結局、ドラフト3位まで被らんかったですね。本当ですね。とりあえずなんかみんな、あの、満足げな、特になんか中本さんすごい満足げな顔ですね。本当ですよ。俺どうだろう、クリスティアーノとかなんか、いや本当リストに入ってなかったんですよ、俺は。もう自分みたいなもんがみたいな感じの、わしみたいなもんがクリスティアーノなんてみたいな、そういうお金のこととか考えちゃうもん。お金のこと考えなんか、はい、なんかちょっとリアル、それ多いみたいな感じですよ。いやいやいや、お金のこと考えたら僕全員外国人ですからね。3人とも4位以下はどうなることになりますでしょうか。はい、じゃあとりあえず第1部はこれで完ということで、はい、ドラフト4位以下をちょっと皆さんまた考えましょう。はい、それではまた、はい